札幌市東区では店の建物の一部が雪で壊れる被害も出ています。現場から中継です。北本さん。はい、札幌市東区、この時間もまだ雪が降り続いています。1年前のちょうど同じ日と比べまして、積雪はおよそ3倍になっています。それだけの雪の量となっていますので影響が出ています。大きな通りに面したこちらの飲食店なんですけれども、こちら今捉えているのが正面なんですね。でこの入り口があった部分の上、そこの庇が雪の重みによって崩れてしまいました。今庇は壁にかろうじてぶら下がっているような状態になっているんですが、その流れ出した雪が前に溜まっているという状態です。でこの崩れたのが午後2時ごろ、今日祝日ということもあるんですけれども、実はお店自体は営業はしていませんでした。というのも昨日の午後7時の時点でお店の方が危険だと判断しまして営業を中止していたんですね。今日も営業はしていませんでしたので、お客さんや従業員の方はいない状態でこのように崩れたということなんです。で今日依頼された業者の除雪業者の方が午前9時ごろに撮影した写真があります。ご覧いただきます。まだ崩れる前の状態なんですけれども、ちょうど格子状に囲いがされていまして、庇の上にかなり雪が溜まっている様子というのが確認できるかと思います。そしてよく見ますと、この庇がこうしなっているといいますか、ちょっとこう波打っているような状態というのも確認できるかと思います。業者の方、さまざまな現場で作業をされた後、午後2時ごろに作業をしようとこの現場に戻られた時に、ミシミシという音が数分間にわたって大きく聞こえ、その後にドーンという大きな音とともに崩れたということになっています。お店自体ですけれども営業再開のめどは立っていないということです。以上、札幌市東区からお伝えしました。